中国海警局の動きが尖閣諸島と南シナ海スカボロー礁でさらにエスカレートし、アメリカが大激怒との情報をキャッチしました。今回は中国海警局の対応と尖閣諸島とスカボロー礁の動きを追っていきますね。スカボロー礁は日本の尖閣の未来の状態かもしれません。そこにあるのは現在のフィリピンに対する海警局の動きです。またまたサンゴを埋め立てのために放出しているとの話も出てきました。国連常任理事国のすることかな。最後まで見てくださいね。フィリピン当局は4月30日、中国と領有権を争っている南シナ海のスカボロー礁、中国名キーワ島周辺で、中国海警局などの船がフィリピン船2隻への衝突や放水を繰り返したため、2隻とも損傷したと発表しました。発表によると、同日午前10時頃、漁船に食料や燃料を提供する任務についていたフィリピン船2隻に向け、中国の海峡船など10隻が高圧放水を行ったとのこと。フィリピン船は8回以上の放水と3回の衝突を受け、手すりなどが損傷したそうです。フィリピン側は、フィリピンが自国の排他的経済水域 EEZ 内で合法的な活動を行っていることを無視した無責任な違法行動と声明を出して非難しました。対する中国海警局報道官は、同日、早速、不法侵入に対して必要な措置を取っただけだと正当化する談話を発表しました。日本での事件を紹介します。石垣市は4月27日、尖閣諸島の海洋調査を行ったそうです。その際、中国海警局の艦船から調査船まで約 1km 距離に接近されました。昨年1月に実施した2回目の調査では、中国艦船は調査船から目視が困難なくらいの距離を空けて追跡されていたようです。つまり、今回の調査に対して、中国側がより強硬に対応してきた可能性があると見る向きもいるようです。この日は、調査船に、防衛省経験者の稲田衆院議員などの国会議員が乗船していることが公表されていたため、メンバーの一人青山参院議員は、中国側が情報を得て、日本の国会議員が多く乗っていたので、圧迫してきたという推測を示したそうです。海上保安庁は、領海侵入した中国艦船2隻に対し、巡視船を10隻以上動員、進路規制などを行い、中国による調査の妨害を阻止しました。前出の青山氏によれば、調査船がドローンを飛ばした際、中国艦船が飛行ルートの下に先回りするような行動を取ったため、彼はドローンが撃墜される危険性があったと話しました。また、中国側は尖閣周辺の海底などを熟知していますが、日本は海底調査を行っていないとして、政府の対応を求めたそうです。乗船したメンバーの一人和田衆院議員は、調査船を妨害するような中国艦船の行動に、尖閣が本当に日本の施政下にあるのだろうか。我々の領土を守るため、今後は積極的に施策を打ち出すべきと強く主張したとか。こういった中国の行動に対するネット上の意見を見てみます。日本やアメリカは、一体、いつまでフィリピンに孤軍奮戦させるつもりなのか。今回の事例は、中国による国際法違反というだけではなく、巡視艇が損傷するほどの高圧放水や物理的な衝突をしたことは、立派な攻撃であり軍事活動ではないか。独裁国家は、民主国家の躊躇、決断の遅さ、外交的不作為につけ込んで、悪用する。放置すれば、さらなる侵略を進めるだろう。それが、歴史の教訓ということじゃないか。アメリカは、中国を批判はしても、フィリピン側に立って対応することは絶対ない。フィリピンと軍事協定を結んでいるのにもかかわらず、結局、アメリカは中国との戦争は、何があっても回避したいということ。中国にそれを見透かされているからこそ、中国は、フィリピンにこういった行為を繰り返して、フィリピンを島から追い出そうとするんだろう。中国のやり方を見て、
ロシアや北朝鮮以外の親中派国が、これじゃ、中国とはうまくやっていけないと発言するのなら、中国も強硬な態度を変えるかもしれないけど、中国から経済的な恩恵を受けている国は、正義より自国が大事なのは当然。となると、日本も危険だと思う。例えば、中国軍が尖閣に上陸して既成事実を積み重ねても、アメリカは排除しようと動きはしないと思う。すぐにでも、中国の決断次第で尖閣に上陸される可能性がある。しかし、そうなったとしても、海上保安庁も自衛隊員も動けないだろう。明日は我が身。フィリピンほどの気概があれば、中国が尖閣諸島で、これほどに、我が物顔のやりたい放題はできないはずなんですけどね。いずれ、中国は必ず行動を起こすだろう。だからといって、無人島の争いごとにアメリカが出動するのはありえない。もし虎が現実化したら、100% ない。アメリカ軍を引っ張り出すには、まず、日本が流血覚悟の気概で中国と対峙、日本の尖閣への上陸作戦を成功させなければならないことになる。日本が尖閣に駐屯すれば無人ではなくなるし、中国が再度の上陸とばかりに火器を使ってきたら、アメリカ軍も重い腰を上げざるを得ないだろう。それまでは、日本の得意とする移管砲をアメリカ軍も撃ってはくれるだろうけど、そこまででしかない。もっとも、日本の移管砲とは違って、空砲だったとしてもアメリカ製なら煙ぐらいは出るだろうね。だからといって、そんなものに中国がビビってくれるとは思えませんが、この件だけでなく、中国や韓国野党の言動や行動に対し移管法でしか対応しないのはどうしてでしょう？もっと厳しく対応すべきでは？時には、中国の海上警備船との体当たりの上、自国領土への侵犯行為として、打破すると宣言するぐらいの気概を見せてくれても、と思うんですよね。韓国の竹島上陸に対しては、自国領土への度重なる侵略行為として、しっかりとした対抗策を講じるべきではないかとも思う。例えば、強硬派の日本の政治家たちも、竹島に上陸するとか。今まで国民相手に勇ましいことは言ってますが、実行したことはありませんよね。言葉通り、一歩も引かない覚悟を見せていただきたいものですよ。まずかいより始めよってね。政治家がお手本を見せてくれなきゃ。石垣氏が企画しチャーターした調査船に自発的に乗っていた国会議員。つまりは個人参加でしょうか？料金はどこから出たのかは明らかにしていませんよね。日本政府が仕立てた公船ではないことになっていますが、日本政府の関与は領域内での自国民の活動の安全を確保するため海上保安庁の警護活動だけです。海保は今回も海峡を寄せ付けず、放水、接触といった事故の発生を防いで安全を確保し、日本政府の実効支配をしっかり見せつけてくれたという声も聞きました。この石垣市の調査船には、メディアクルーが乗船したり、ドローンの搭載もあったようです。フィリピンの南沙のような事件を期待しているとは考えたくありませんが、メディアの活動が、中国や日本政府に向けた政治的挑発、もしくは自己顕示だったんじゃないかという意見もあるようですが、今や御用機関に課したようなメディアに、そんな気概があるでしょうか。あったらむしろ喜ばしいと思いますけど。概要で、戦闘以上の船舶が一定の進路速力ではなく、不規則な航行で 1000M まで接近するのは、極めて危険な状態と言われています。しかしながら、海軍や法執行機関の艦船が、対象国などの船舶に対し、監視や法執行を行う際には、1000M という距離まで近づくことはあり得ることですし、国会議員がいたからというのは、少し穿った見方では？国会議員が乗っているから、少し嫌がらせしてやろうぐらいは考えたのかもしれませんけどね。もう一つ、海峡船が日本のドローンを撃墜するかもしれないという不安を訴えた議員がいたようですけど、海峡船の対空能力、そもそも海峡船は軍艦じゃないので、対空船という概念もスペックも持ってませんわ。軍艦に比べて極めて限定的ですし、調査船から魚釣島にドローンを飛ばしたとしても、
海峡線の上空を飛ばない限り、撃ち落とされる危険はありませんから、心配ご無用でした。尖閣諸島の魚釣島周辺で、2024年4月26日から27日にかけて日本側が行った環境調査で、稲田朋美議員を同行のもと実施したとの情報をキャッチしました。今回は、そんな尖閣諸島での中国海警局の状態化や尖閣諸島の現状を詳しく見ていきますね。フィリピンの現状を見ていると、日本も上の空ではいられないフィリピンへの協力で、戦略の見直しが出来上がりますし、尖閣防衛にもつながりますね。中国の威嚇行為は許せないよね。稲田議員も、ちょっと焦っていましたね。最後まで見てください。2024年4月26日から翌27日にかけての2日間にわたり、日本の領土である尖閣諸島の魚釣島に対する調査が行われたが、これを妨害する意図を持ってか、中国海警局の船舶4隻が、近海の日本の領海へと侵入する動きを見せた。今回の中国海警局の船舶など、中国の公船による尖閣諸島周辺の日本の領海への侵入行為は、今年2024年も、すでに12日を数えており、接続水域までも含めれば、実に128日以上も連続するなど、依然常態化した状況が続いている。今回の尖閣諸島に関する日本側の調査は、同諸島やその周辺の海域に対する環境状態を調査することを意図して実施されたもので、日本の行政上の区分の上で、同諸島を管轄する沖縄県の石垣市が主催する形式で実施された。こうした石垣市による尖閣諸島周辺への調査は今回で第3回目であり、ことに、今回の調査では、同諸島の最大の島である魚釣島の北方面へ、無人航空機によるドローン空撮を行い、その生態系の把握に主眼が置かれたものとされている。魚釣島における生態系の調査とは、具体的には、およそ1000頭以上にも増殖しているとみされている野生化したヤギの生息の現状や、周辺海域における海洋生物、プランクトンや魚類の分布状況について把握することにあった模様だ。今回、魚釣島への調査を取り仕切ったのは、東海大学海洋学部教授を務める山田義彦氏で、同島の内部を初めてドローン空撮を行った結果、野生化したヤギの増殖の影響か、海岸付近の自家物は、以前に比べ、減少傾向にあることを確認した。また、魚釣島の海岸には、波に乗って漂着したが、ゴミの量の増加が認められ、それらによって、同島の自然環境は悪化していると報告されており、人の手が入らず放置されていることで、むしろ、全体の環境には悪影響が生じているように感じられる。今回の、こうした魚釣島の現在の自然環境の様子は、前述した通り、無人航空機によるドローン空撮によって得られた画像の解析から判断されたものだが、山田教授によれば、最終的には上陸しての目視調査でなければ、本質の把握は困難ともコメントされた。そもそも現在の魚釣島で増殖を続けているとめされているヤギは、1978年に、島外から政治団体が持ち込んだものが野生化、繁殖したもので、その意味では、人為的に、同等の生態系を人間が破壊したとも言える事例だろう。このヤギによる魚釣島の生態系に及ぼす悪影響の調査を行うため、
行政上の管轄を担う石垣市では、道東への上陸調査の必要性を国に対して求めてきた経緯があるが、中国との間に政治的な摩擦が大きくなることを危惧してか、許可は下りていない。今回の調査には、現時点で4期目の石垣市長を務めている中山義孝氏、無所属ではあるが、選挙では自民党、公明党の国政与党の推薦も同行しており、無人航空機によるドローン空撮では限界があることから、再度上陸しての調査の必要性を唱えている。ちなみに、この石垣市の中山市長は、2010年に行われた同市の市長選挙で初当選を果たして以来、前述したように、4期にわたり当選を続け、現職にあるが、それまでは同じく無所属ながら、社民党、日本共産党、民主党などが推薦していた大浜町照氏が、4期連続で市長を続けていた。中山市長の2010年の市長選挙での初当選の後も、社民党、日本共産党、民主党や地元の沖縄の革新勢力は、対立候補を立てて選挙戦に臨んだが、いずれも、市長の座を奪還するには至らず、中国の軍事的な圧力の増加が、この結果につながっているように見える。太平洋戦争において、凄惨な地上戦が発生し、多くの民間人に被害が及んだ沖縄本島においては、未だ、そうした戦争体験から革新勢力が推す候補が強く、県知事の座は、そうした人物が当選する状況が続いている。しかし、多くの沖縄県の離島の首長には、石垣市の中山市長のようなバックボーンと主義を掲げる人物が選ばれる傾向が強まっており、沖縄本島を除く政治状況は、確実に、中国の今の覇権、拡張主義を警戒する方向に向かっているように見える。さて、今回の魚釣島への調査であるが、石垣市の中山市長以外にも、産経新聞の社員や、自民党の衆議院議員で、幹事長代理の稲田朋美氏をはじめ、現職の国会議員ら5名が同行しており、尖閣諸島の現状を訴える活動を展開している。稲田朋美氏といえば、2016年8月の第3次安倍第2次改造内閣では、防衛大臣を務めた人物であり、翌年の2017年7月に発覚した自衛隊日報問題に連座して、自らの監督責任を認め、防衛大臣の職を辞任したことも記憶に新しい。稲田朋美議員は、尖閣諸島問題に関しては、2020年に、尖閣諸島の調査、開発を進める会という議員連盟の勉強会であるとする組織を立ち上げており、今回の魚釣島調査への参加も、そうした活動の一環であったことは間違いない。そもそも、尖閣諸島の周辺海域に対する調査は、1979年を最後に、中国への政治的な配慮から中止されており、稲田朋美議員らの、尖閣諸島の調査、開発を進める会は、日本政府による公的な調査を実施することで、同諸島の日本による実効支配を明確にする意図を示そうとしている。今回の魚釣島調査の後、これに参加した東海大学海洋学部の山田義彦教授と稲田朋美議員は、富士山系グループが放映したニュース番組に出演。同番組の司会者からの環境面に対する調査であれば、日本政府が独自に行うものではなく、国際機関と連携し、実施とする方法もあるのではないかと問われた。この質問に対し、稲田朋美議員は、環境問題は、今や、世界的に、大きな注目を集めているテーマであるため、そうした視点からも、日本政府が国際機関と協力しての共同調査という方向での実施は可能ではないかとの見解を示した。続けて、富士山系グループのニュース番組の司会者は、今回の魚釣島調査において対峙する中国海警局の船舶が、どのような対応を見せたのかを質問し、山田義彦教授は、すぐに、4隻体制で、同局の船舶が現れたと語った。しかし、山田義彦教授は、続けて、そこで出現した中国海警局の4隻の船舶に対して、海上保安庁の船舶が警備行動を起こし、後者の2隻が、前者の2隻の航路を塞ぐ形をとって、これらの接近を阻止したと語った。
さらに残った2隻の中国海警備局の船舶のうちの1隻が調査船に接近する動きを見せたものの、すぐに海上保安庁の船舶が6隻集結してその航路を塞ぎ、調査の邪魔を行わせないようにガードをしたと述べている。この状況に稲田朋美議員も、現場は非常に緊迫した状態とはなったが、無事調査は続行できたと述べ、この時は海上保安庁の船舶の方が数的にも操船技術的にも中国海警局の船舶を上回ったことが明かされた。山田義彦教授は、船舶の総数ではすでに海上保安庁を上回っている中国海警局が、今回のように尖閣諸島の周辺海域においてはそうなっていない状況を、南シナ海におけるフィリピン島への対処に手を取られている可能性を指摘した。稲田朋美議員もこの指摘に同意したが、本来完全に日本の領海である尖閣諸島の周辺海域に中国海警局の船舶の侵入が常態化していることの異常さも同時に認めており、同諸島が日本政府の施政下にあることを示し続けることの意義を改めて唱えた。中国側は今回の魚釣島調査に対して、中国大使館の報道官が長魚島と周辺の島々は中国固有の領土であり、その主権と海洋権益を中国は守り、日本が政治的な挑発や世論誘導を止めるように促すとのコメントを出している。ただし、これは中国政府から直に発せられたコメントではなく、事実上、海上保安庁の加護によって魚釣島調査を許している現状を鑑み、自らが固有の領土と主張する場所に対し、言葉にのっとった行動が行えていないことを暗に認めたようにも感じられる。海上自衛隊最新鋭潜水艦隊で鋭型の配備が続々と進む中、7番艦の起工式が三菱重工で行われたとの情報をキャッチしました。今回は、隊鋭型潜水艦3番艦神鋭が横須賀配備で、世界最強化を詳しく見ていきますね。潜水艦を、売り込みに舵を切った防衛省、ネックなのは、現地建造でしょうか、台湾の潜水艦が、隊鋭の小型版に見えるのは私だけでしょうか。隊鋭型はまだまだ進化していきますね。海底 900M から18式魚雷マジでやばい。最後まで見てくださいね。2023年度末にあたる2024年3月8日、海上自衛隊の要の戦力の一つである潜水艦隊に最新型の隊鋭型の3番艦の神鋭が加わり、神奈川県は横須賀基地を母港とする第2潜水隊群第4潜水隊に実戦配備された。2022年から海上自衛隊では潜水艦隊の22隻体制を確立させており、基本的には毎年1隻ずつが収益を果たす代わりに旧型の潜水艦を1隻退役させるか、もしくは練習用潜水艦への監視の変更を行うことで実戦配備数を保持している。海上自衛隊内での潜水艦隊の実戦配備数の状態は、今回の神鋭を含めて、神奈川県の横須賀基地が10隻、広島県の5基地が12隻という配分となっており、大きく日本列島を東西でカバーする形となっている。ちなみに、今回の隊鋭型の3番艦である、神鋭の建造を行ったのは三菱重工業者の神戸造船所であり、同所は太平洋戦争後の日本においてこの神鋭の完成をもってちょうど30隻という節目の建造を行った状態となった。
三菱重工業者と並んで、海上自衛隊の潜水艦建造を担っているのは、川崎重工業者の神戸工場であり、くしくも、日本の現在の潜水艦は、いずれも神戸から生み出される体制であり、両社が、各年で新造艦を収益させている。この度、無事実戦配備を果たした神ゲイは、大ゲイ型の3番艦であることは前述した通りだが、この点だけを捉えて、例年通りの配備が行われたと考えれば、内訳は、最も古い親潮型が7隻、前級の、総流型が12隻、最新鋭の大ゲイ型が3隻と思われるかもしれない。しかし、実際には、今回の神ゲイの実戦配備では、内訳は、親潮型8隻、総流型12隻、大ゲイ型2隻で22隻体制となっており、昨年2023年と変わらない布陣のバランスとなっている状況である。最新型の大ゲイ型の神ゲイが戦列に加わったにもかかわらず、なぜ、昨年までの分布と同様な構成なのかといえば、今回は、最も旧式な親潮型が外れるのではなく、2022年に収益した大ゲイ型の一番艦にして、ネームシップの大ゲイが外れたためである。では、なぜ、最新鋭である大ゲイ型の一番艦、大ゲイが実戦配備を外れたのかといえば、同艦は、今後の新型潜水艦を建造する上で、各種の試験を担う試験潜水艦へと、艦種の変更が行われたためというのが、その理由である。従来の海上自衛隊の潜水艦においては、次期潜水艦の開発を進める上で必要となる試験潜水艦という役割は、特定の艦艇を指定するのではなく、実戦配備中の艦艇が、持ち回りで、その任務も行う手法で行われてきた。したがって、今回から、初の専任としての試験潜水艦へと艦種変更が行われた大ゲイが022年に就役し、実戦配備22隻体制を確立したとはいえ、それらの中で稼働する艦艇は、試験潜水艦としての任務を持ち回りで兼務する状態であった。これが、今回、専任艦として、大ゲイを、実戦制配備の22隻体制の枠組みの中から外した存在とできたことで、実質的に、見かけの上では、同じ22隻体制の潜水艦隊とはいえ、内容としては体制を強化したと言ってよいだろう。大ゲイ型は、海上自衛隊の中で、最新鋭の潜水艦であるとはいえ、その、外観や機能や機関部の構成といった主要素は、前級である、総流型を発展、拡大したいわば、その延長線上にある艦艇と考えて差し支えないと思われる。しかし、今後の次期潜水艦では、その外観や機能について、抜本的に刷新された純粋な新型艦となることが予期されており、その実現を図る目的で、最新型である大ゲイが、あえて、初の専任の試験潜水艦に抜擢されたと見るべきなのだろう。さて、今回、実戦配備の運びとなった神ゲイだが、最新鋭の大ゲイ型の一隻として、公表されたスペックは、基準排水量が約3000トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、深さが 10.4 メートルという規模となっている。この艦隊に、神ゲイ派通常動力型の攻撃型潜水艦として、従来通りのディーゼルエレクトリック方式を採用しており、川崎重工業社製の 12V25-25SB ディーゼル機関を2機と、モーター、そしてリチウムイオン製の蓄電池を搭載している。この機関構成自体も、前級である、そう、流型の最終の2隻である、11番艦以後の形式を踏襲しており、それらで実現された、世界初の実用化された、リチウムイオン蓄電池搭載の量産型潜水艦という仕様である。ちなみに、大ゲイ型のベースとなった、総流型の場合、最終の2隻は、基準排水量が2950トン、水中排水量が4200トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、深さが 10.3 メートルと公表されており、わずかに小型であることが伺える。さらに、初期型の、そう、流型の10隻が後期型2隻と異なる数値である点は、基準排水量が50トン少ない2900トンであるという部分のみであり、この点を考慮しても、そう、流型と大ゲイ型に、規模的な部分での乖離は小さい。
水中排水量が4000トンを超過する艦隊というのは、通常動力型の潜水艦としては、世界的に見ても、最大の規模であるといえ、この分野に限れば、海上自衛隊の潜水艦隊は、非常に優れた艦艇であることに、異論の余地はないだろう。今回の神鋭をはじめ、海上自衛隊の潜水艦は、攻撃型の通常動力型潜水艦としては、標準的な兵装が施されており、その主兵装には、艦首部に設置された 533mm の魚雷発射管6門が搭載される形式となっている。神鋭は、この 533mm 魚雷発射管6門から、最新型の潜水艦搭載用の長魚雷である18式長魚雷を運用することが想定されており、同魚雷は、一つ、前の89式長魚雷を更新する兵装として、2021年度の末から配備が行われている模様だ。18式長魚雷は、従来の89式長魚雷に比して、デコイ等の敵の目標艦艇からの妨害手段に対処する能力の向上が図られているといい、かつ、比較的に水深が浅い沿岸部や、東シナ海といった海域での運用を視野に入れて開発されたと目されている。この点からも、海上自衛隊の潜水艦隊が、今や、日本の最大の仮想敵国となった中国を念頭に置き、有事の際の主戦場となる海域が、東シナ海や中国沿岸部を想定していることが伺え、目標には、水上艦と潜水艦の両方が含まれている。また、533mm 魚雷発射艦からは、アメリカのマクドネル・ダグラス射程の対艦ミサイルである、潜水艦発射型の UGM-84 ハープンミサイルも運用が可能であり、同ミサイルのブロック2と呼ばれる L 型は、限定的ながら一部で対地攻撃用途にも対応しているとされている。この UGM-84 リッターハープンミサイルブロック2の最大射程はおよそ 250km 弱と言われており、昨今の日本では、敵元攻撃能力を、政治的には反撃能力と表現して、その保有の正当性が打ち出された状況となっている。しかし、すでに、UGM-84 リッターハープンミサイルブロック2においては、限定的で長射程とは言えないまでも、その能力を有しているわけで、南西諸島の防衛に向けては、複数開発や調達中のスタンドオフミサイルをカバーする兵装と言えるかもしれない。神鋭を含む対鋭型は、機関の最大出力は、およそ6000馬力、水中の最大速力は20ノットと目されており、この数値も、従来の親潮型や双流型に比して向上したとは言い難いが、通常動力型の攻撃型潜水艦としては、世界でも有数ではあるだろう。日本の海上自衛隊の潜水艦の最大の特徴は、通常動力型の潜水艦として、原子力潜水艦では、到達が困難な静粛性にあると言われているが、実際に、有事の際に、こうした兵装を使用すれば、その位置が特定されることの回避は難しいとは思われる。